はいどうもこんにちはクレイです。ということで今回は2021タイムスリップ第2弾全選手能力徹底評価やっていきたいと思います。はいということでございまして、2021シリーズ1 2度目のですね特別リアリティ評価でございます。第1弾に続いて2回目という感じになっているんですが、ここまでのね評価シリーズに関しては再生リストを作っておりますので、まだ見てない動画があればぜひ見てください。で、まあ今日金曜日にねこの動画上がっているかなと思うんですけど、まあこの週末にね累計終わらせる方も非常に多いんじゃないかなというところ、あとはそれでね確定のガチャを迷っているという方とか、あとはすでにねもう TS 引いてゲットしたよという方で育成するか迷ってる方なんかはねぜひ参考にしていただければ嬉しいなと思います。ということでもう早速ね評価のやっていきたいと思います。いきましょう。さあということで、評価ですね、いつも通り特 A、B プラス BC の5段階でやっていきます。であくまでもねゲーム内の能力に対しての評価でございまして、現実の選手に対する評価でありませんのでご了承ください。でそれを決める上で、下記5つの部門でそれぞれ5段階評価をしていきます。でさらにおすすめの使い方、浮くべき打順、つけたい称号、さらには投手に関しては球種の数と B 球種以上の数、さらには同ポジション内でのランキングの比較ですね、こちらもやっていきます。さあということで早速もう評価の方やっていきたいと思うんですが、まずは1人目ソフトバンク小久保選手ですね。はいこちら評価 A とさせてもらいました。まあここもね正直特 A とギリのラインで、ミートがねあと1あればまあ特 A でもいいのかなっていうラインなんですけど、まあ残念ながらミート A ミパイ A というところができないっていうところで今回は A という評価になっています。まあただ、サードでのね弾道アーティストっていうところは非常に貴重 でなおかつ守備もね普通に守れる能力、サードとしての適性も悪くないですし、まあ強い打球がねどうしてもサードは飛んでくるポジションなんで補給もかなり重要なんですが、そこも高いというところでは評価は高いのかなっていうところでありますね。で主なサードとの比較出すとこんな感じでございまして、まあサードのアーティストっていうところはね非常にまあ貴重ではあるんですけれども、まあでもエキサイティングがね本当にちょっとサードに偏っているガチャになりそうっていうところと、まあ、あとは現環境でいうと村上選手がね取れていればまあ無理する必要は当然ないのかなっていうところですね。続いてロッテ西野選手です。はいこちら評価特定させてもらいました。ここはまず称号ですね。称号で星2の針の穴を通す請求、こちらが決められるとめちゃくちゃ強いという感じになっております。でまあなおかつね、西ホーク持っていて、さらに中継ぎもできるっていう適性の幅広さも含めて考えると、まあ今回は出ている投手の中で言うと、まあ、後ろのピッチャーの中ではね当然ナンバーワンと言えるのかなと思っています。まあここリアタイの使用感とかに関してはまたちょっと改めて動画で触れたいなと思ってます。続いて西武大関選手です。はいこちら評価 B プラスさせてしまいました。まあまずここに関してはミート A というところ、ミート型ミート A、 そしてライトの守備もいいっていうところでは評価はできるんですが、やっぱ弾道が低弾道というところですね。まあこちらがちょっと自走差の部分とかではきついのかなという印象です。まああとは初登場なんで当然限界突破の部分も非常に厳しいところでありますね。でまあ起用法というところで言うと、まあライトのね守備が非常に高いというところ、あとはセンターも特集すれば B いけるので、まあ、守備固め的な起用法も当然ありなのかなと思います。続いて楽天藤田選手ですね。はいこちら評価 B とさせてもらいました。まあここもミート走力同値、なおかつ守備 A というところでは使い勝手いいんですが、まあちょっとやっぱステータスですねの低さというところでは、まあこの評価がギリギリラインなのかなというところではあります。ただ起用法、まあ、さっきも言いましたけどもセカンド守備 A、 さらにショートもね限界突破ゼロでいける B 適性入っていて、なおかつ守備能力も当然高いので、やっぱり起用法は幅広いのかなというところでありますね。でまあ打順で言うとチャンス20まであるんで、まあできれば、まあ、チャンスで回せやすい、まあ、何番でもいけるタイプだとは思うんですけど、まあ、チャンスで回る打順が一番はいいのかなというところですね。まあセカンドの比較はまた後ほど出します。続いて日本ハム増井選手です。はいこちら評価 A とさせてもらいました。こちらはまあやっぱりまず球威型で球威 A、 さらにはまあ制球も一応称号で B いけて、まあ A 球種も2つ持っている、中継ぎもいけるっていうところでの評価ですね。これが抑え単体だったらちょっと評価低くなるかなっていう感じであるんですけど、まあ中継ぎもできるというところで、限界突破もね、まだ現役の選手ですし、まあ、しやすい、そして過去も出ているっていうところなので、こういった評価になっています。続いてオリックス阿波野選手です。はい、こちらは評価 A とさせてもらいました。まあこちらもねステータスの部分で言うと A 能力2つなんで特 A っていう脳死の判断もできなくはないんですけど、まあでもねこれちょっとやっぱ完全なスタミナ型っていうところがやっぱり一番は使いづらいのかなとリーグの部分ではね、思うところではあります。ただ逆にリアタイの部分では、この間のポイントの評価の中でも言いましたけれども、このスクリューですね、スクリューが変化量5プラスさらに超大ピンチ20丸で、7までいくというところで、まあ、リアタイの部分ではね評価できるところが、あるんじゃないかなと思っています。ただ未知数な部分でもあるので、まあ、一応今回現段階では4という評価なんですが、まあ、使い方次第では5になってくる可能性もあるかなと思っています。
まあでも本当にステータスの部分では当然ねやっぱり高い位置づけにあることはわかるかなと思うんですが、まあリーグで使うとなるとちょっとコンボバランス非常に難しくはなってくるよというところが注意ポイントですかね。続いて巨人長野選手です。こちらに関しては評価 A とさせてもらいました。こちらオール4の評価ですね。もうバランスが本当にこの長野選手は素晴らしい能力になっています。まあ、限界突破のしやすさとかに関しては広島バージョンの A ランク取ってるかとか、あとは巨人バージョンの S ランク A ランクを極めていたかなんかがね結構重要にはなってくるかなと思うんですが、まあでも全然限界突破はできる選手かなと思います。起用法の部分なんですけれども、やっぱりメインはセンターなんでセンターの起用がいいのかなと思うんですが、センター激戦区なんでねめちゃくちゃいい選手他にもたくさんいるんで、極められるのであればライト特殊してライト C にしてライトに置くとかっていった起用もいいんじゃないかなとは思います。でも打順に関しても何番でもいけるタイプですね。本当に長野選手自体もそうですし、特殊能力的にも、まあ、何番でもいけるというところなんですが、まあサヨナラ男っていうのがねちょっと、まあ、このゲームにおいてはそこまで発動条件が結構厳しい能力ではあるかなと思うので、まあ、そこはちょっとどう捉えるか次第かなっていうところでありますが、超広角持ってるのは非常に強いですね。でポジショナルランキング見てもらえれば分かると思うんですが、総合6ステでは第1位に立っております。でこれ比較出すとこんな感じで、まあ、本当に長野選手攻守ともにね高い能力で総ステが第1位になっていることが、この表から分かるかなと思います。まあでもやっぱ惜しいのは弾道ぐらいですかね。うん、弾道がやっぱりちょっと中弾道というところが、まあ、他のねセンター有力のところでいうとアーティストの柳田選手、パーヒの丸選手っていうところに比べると、まあ、惜しいところであるのかなっていう感じですね。続いて阪神鳥谷選手です。こちらに関しては評価 A とさせてもらいました。まあ、ここに関してもねショートっていうポジションを加味すれば特 A でも全然いい選手なんですけど、まあ、やっぱりデフォーでねミート A 乗ってないとか、あとはまあ称号がやっぱり必須な選手かなというふうには思うので、まあ、一応現段階ではこういう評価になっています。まあ、ただ本当にステータス的にはめちゃくちゃ強いものを持っていて、まず称号の部分で言うと怪力無双でミパ同値にするか、ミートプラス2以上してミート A に持っていくか、この2択かなと思います。でもうここ比較出したいと思うんですけど、こんな感じで、やっぱり TS の中ではショートでは最強の選手になるかなと思います。この後ね石井拓郎選手も評価あるんですけど、まあ、そっちは完全にね総力型になっちゃったっていうところでは、まあ、やっぱり TS 最強は鳥谷選手なのかなっていうところではあります。なのでまあここは坂本選手が取れてるかどうか次第でもあるのかなっていうところではあるんですけど、まあ、取れてなければ、当然ここはね鳥谷選手の一人になるかなと思います。あとは確定弾で取れるっていうのもなかなか、うん、この鳥谷選手は珍しい素晴らしいかなと思うので、まあ、ショートがどうしても補強したいという状況であれば全然60連で取りに行くのはありなのかなと思います。続いて中日中村選手です。こちら評価 B とさせてもらいました。まあ、ここは今回唯一のねキャッチャーというところなんですが、まあ、パワー型で高弾道、そしてキャッチャーとしての能力も悪くないので、まあ、どうしてもキャッチャーがいないという状況、まだ S ランクすらキャッチャー持ってないという状況であれば当然キャッチャーでスタメンでね、置いていい選手かなと思います。ただまあキャッチャー他にもねやっぱ現役選手と正直そこまで大差ない能力ではあるかなと思うので、まあ、そういった点では、まあ、無理に当然ね限界突破コーチとか、つぎ込む必要もないかなというところであります。続いて DeNA 石井拓郎選手です。こちら評価 A とさせてもらいました。まあここはね能力が今回変わっちゃったっていうところが一番なんですけど、まあ完全に総力型になってしまったっていうのがねやっぱり非常に痛いところではあります。ただまあ起用法としてねやっぱショートの守備が非常にいいっていうところで、さらに守備固めもいけてダイソーもいけるっていうところではかなり起用の幅は、広い選手なのかなと思います。でさらに、打順的な部分でいうとチャンスメーカーを持っていて、さらに固め打ち盗塁なんで、もう完全に1番バッター向きなんですよね。純正オーダーでも僕ずっと1番で使ってますけれども、まあ、スタメンで使うのであればやっぱり1番がいいのかなというところであります。続いて広島菊池選手です。こちら評価特 A とさせてもらいました。まあここもね評価すごい難しいタイプではあって、まあどうしようかなっていうところであったんですけど、まあでもやっぱりミート走力同値でなおかつこのセカンドの守備持って出てきたっていうところは、まあ、当然やっぱり高く評価するべきかなと思いました。でさらにやっぱ位置づけ的にもね、セカンドの中で本当に高くて、まあ、一時期こう山田選手と菊池選手がトップワンツーをずっとこう張り続けてきたあの時代が、まあ、この TS によってね、また戻ってきたなっていう印象なので、まあ、当然ここは特 A にするべきかなと思いました。まあ、やっぱ限界突破もね当然しやすいですし、まあ、あとは守備の部分も含めてリアタイでもね当然使えるっていうところで、まあ、こういった評価ですね。まあ、特に大きいのはショートも限界突破ゼロでいけちゃうってとこかな。これが起用法的にはかなり幅が広がる。だからそれこそ今回鳥谷選手確定取るのもありって言いましたが、菊池選手
手をショートで使うっていうね、今のね現状の通常の菊池選手だと守れないんですけど、この TS は守れるんで、そういった部分での限界突破のしやすさも面も含めて菊池選手確保しに行くっていうのは全然ありなのかなと思いますね。でセカンドとの比較出すとこんな感じでございます。はい、まあ、やっぱり守備能力がねフォーカスされがちかなとは思うんですけれども、それだけではなくて打撃能力も非常に魅力のある選手ですといったことがこの表の中でもわかるかなと思います。ただまあやっぱ惜しいのは特殊能力ですかね、今回ワンランク下げましたけれども、特殊能力がちょっとやっぱり、まあ、片面打ち20丸満塁男、この2つがちょっとしんどいかな。守備職はもちろん、まあ、やっぱり菊池選手といえばというところなんで当然かなと思うんですけど、チャンス降格っていうところだったらまたねさらに評価違ったのかなっていうところありますね。でラストヤクルト伊藤選手です。こちら評価特別させてもらいました。まあここは文句ないかな、将軍の足で旧スタミナ同値になっていて、なおかつそれだけじゃなくて中継ぎの適性もあるっていうところなんですよね。まあ F 適性どうなのっていうところ気になる方も多いかなと思うんですが、正直リークで、まあ、コンボ重視でね当然オーダーを組むところに最終的にはね突き詰めていくとなっていくと思うんですけど、そうなってきた時にやっぱり先発はね先発しかできないっていうピッチャー5人並べたくなるんですよね。てかもうむしろそうするしかなくなっちゃうんで、中継ぎ適性持っているっていうところが非常に価値高いですと。で F 適性でも全然ここはもう配置しちゃっていいかなと思います。でまあリアタイの部分はちょっときついっすね。うん、高速スライダーが強いとはいえ、まあやっぱ横変化はね打たれやすいところではあるので、まあ、そこの部分では、期待はあんまりできないかなというところなんですが、今回リーグの部分で言ったら先発投手の中では当然、最強かなっていう感じですね。はい、ということで改めてね順選手の評価振り返りますと、得意評価は西野選手、菊池選手、伊藤選手、この3選手につけさせてもらいましたといったところであるんですが、今回の第2弾はねポジションかぶりが非常に多いんですよね。セカンドで2人、ショートでも2人で抑えでも2人かなっていうところで、まあ、本当にちょっとチーム状況次第でね、そこの被ってるポジションがどうしても補強ポジションになっていて、まあ、チームの中でも弱いっていうポジションであれば当然ね補強できる可能性が高まると思うんですけど、そこのポジションも埋まってるよと、補強ポジションじゃないよってなってきた時にはまあちょっとね回す価値が当然落ちるかなとは思うし、まあ、評価的にも当然ねそこまで高く評価できないっていう形になるのかなと思います。ただまあ改めて、まあ、全体俯瞰的に見てね、まとめるとリーグ勢であれば伊藤選手、西野選手、菊池選手、ないしはまあ鳥谷選手っていったような評価順になるかなと思っていて、リアタイ勢であれば、まあ、西野選手、阿波野選手、菊池選手、この順番になってくるのかなっていう気がします。なんでまあ A 評価にしてるんですが、阿波野選手、鳥谷選手あたりに関しては、まあ、当然特 A に近い A という評価かなという印象ですね。はい、といったところで、まあ、回すべきかというところを改めて触れますと、ピンポイントで欲しい選手がこの中にいて、なおかつ他もオーダーに入る可能性があるよっていう状況であれば、まあ、エキサイティングよりもね回す価値があるかもしれないですね。うん、ここは本当に人それぞれで、エキサイティングがねどこまでの価値があるのかっていうところ、まあ、当然今エキサイティングに向けて貯めてる方が非常に多いとは思うんですけど、まあ、ガチャ内容としてはね30連目1人確定、60連目で自チーム確定というところではエキサイティングとガチャ内容的には一緒なんで、まあ、あとは選手をねどう捉えるか次第っていうところかなと思いますので、まあ、この評価も含めてね改めて順次選手見つめ直していただいて、ガチャ回すか悩んでる方とかは考えていただけるといいのかなと思います。はい、ということでございまして、長くなりましたが今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともねこの動画が参考になっていれば高評価とチャンネル登録教えていただけるとモチベーションになるんで、何卒よろしくお願いします。まあ次回は特別リアリティ評価もエキサイティングかな、次はエキサイティング評価になるんじゃないかなと思うんですが、ぜひねまた評価動画見てくれれば嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。